みちゃんはどこだ？みんな元気？頑張ってるかい？今日も笑顔の秘密を真面目に調査するけん。みきゃん大作戦始まるよ。はい、みきゃん特命係です。今年も南楽園で梅まつりをやってるんだって。ちょっと調べてきてくれない？わかりました、調べてきます。では早速調査開始。園内では梅が咲き始めていましたよ。いい香りがしますし、綺麗に色づいてますね、はい。こちらの梅まつりについて教えてください、はい。四国最大規模の日本庭園南楽園は、5300平方メートルの、梅園がありまして、期間中約1ヶ月にわたって、花見が楽しめます。期間中は、梅茶の無料サービスや、日曜祝日には、数量限定になりますが、景品が当たる福引き付き福持ちの配布を行います。梅の本数や種類はどうですか？はい、赤い花の観光梅や白い花の月の桂、左梅など15種類、160本の梅の木があります。多いですね、はい。いや、懐かしいな思ってね、久しぶりに来たんやけど。こういう赤い梅いかがですか？赤い梅もいい、いいね。ほんでもう満開の時は綺麗はいいね。やっぱりそんでしだれなんかやったらものすごく綺麗からね。皆さん満開の梅を待ち焦がれているみたいですね。梅見茶屋では無料サービスの梅茶をいただけるほか、南楽園オリジナル梅干し羊羹などの販売も行っています。緩やかに時間が流れてほっとします。他にも見どころいっぱい。多くの盆栽や小道具を使った座敷びなを展示、代理びなを中心としたひな人形が配置され、少し早い春の雰囲気が感じられます。こちらのレストランでは梅まつりに合わせた期間限定メニューがいただけます。いただきます。うん、うん、この牡蠣のパワーで広い園内散策楽しめそうです。ところで、せっかく南楽園に来たらこちらに来てみてはとのことで、ここの神戸工芸橋なんですが、はい、左右に擬干しが、ありまして、その中の一つにですね、出雲大社のお守りを、入れておりますので、うん、好きな擬干しを、選んで触ってみてください。願いが叶うと思います。このことですね。そうです、はい、触ったら願いが叶う。今年一年良い年になりますように。叶いますかね？叶うと思います。ありがとうございます。南楽園梅まつりにお越しください。愛媛の笑顔の秘密見つけた。愛媛県では新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業にかかる慰労金支援金の申請を受け付けています。期限は2月28日必着です。お問い合わせはご覧のところまでお願いします。みきゃんはここでした。また